はい、どうも皆さんこんばんは、ロスティでございます。久しぶりのモナオフェア3の実況となりますが、こちらは、後付けでございます。今回はまあ生実況とライブコメンタリーではないということを最初に言っておきましょう。そして、まあ、今回は上げるのは要はモナオフェア3のプレイ動画なんですが、一体何を趣旨にしたかというと、まあ題名通り、なぜ私がまあ、じゃあ違う、間違えた私がモダンオフェア3を愛するただ一つの理由という題名の通り、まあ英語になってますけど、一応日本語訳するとそんな感じで、まあなんで私がモダンオフェア3を愛し続けているかと、未だに、まあそういう理由も、ガチでスナイパーを始めた初めての作品であるという思い入れも確かにあるのですが、単純にやってて楽しいと。まあ、コード4もそれはそうなんですけど、コード4は、まあ、フィード、要は私としては結構真面目にプレイして、結構真面目に私たちの動画でモンタージュとかでいうクリップを狙ってプレイしているので、完全にそれだけの目的でプレイしているので、まあ楽しい楽しくない別として、それは結局ガチになってしまうんですが、問題は、まあ、モダンフェア3は私は、そんなこと気にせず、とにかく楽しもうとプレイしております。まあ、コード4の方で、まあ、取りたいほどにクリップは取れるんで、まあ、モナフェア3の方も、適当に楽しんでプレイしてて、クリップ取れたら、うわーぐらいの気持ちでやってるんで、うわーって、もう、モナフェア3だったら結構、クリップ取れたら、嬉しくないんだよね、実際、ボコボコ結構取れちゃうし、まあ、最近結構スランプなのかもしんないけど、うん。まあ、こんな、スナイパー業界とかの話ばっかしてても楽しくないと思うから、実際モナフェア3愛する理由といえばやっぱり楽しいことですかね。まあモナフェア3批判する人結構多いですけど、まあスナイパー強すぎるとかバランス悪いとか、まあ実際他のモナフェアシリーズと比べたら特別なバランスプレイカーはないと思うんですよね、今作は。まあキルストリークの設定が甘いっていうのはありますけど、まあスペシャリスト3つあって、まあその辺はもう気にしたら終わりですよ。まあ、モナオフェア2のワンマンデンクロとかさ、うん、グレポンとかロケラン、それにまあコード4のグレネードランチャーじゃねえよ、手榴弾とかと比べたら、そんな単純にバランスブレーカーなものはないと思うんです。バランスブレーカーってか、本当ゲームを崩壊させるような仕様はないと思うんですよね、私としては。まあ皆さんがどう思うかは自由ですが、まあスナイパー強いというのは私も正直認めます。で今回戻ってきた理由としては、やはりゴーストに向けてのこの意気込みということで、まあこんな話聞いてても楽しくないとは思うよ、絶対そう思うよ俺は。でもやっぱりゴーストに対する意気込みだよ。まあゴーストは一応このコールオブデューティシリーズとしても BO 側ではなくモナフェア側に属するゲームとして、まあ仕様的にはおそらくモナフェアシリーズみたいになるんじゃないかなと思って、今まあ普段からやってるからこういうのもおかしいかもしれないけど、復習っていうわけですかね、うん、とりあえず復習してこれゴーストに備えようと。あともう一つの理由、 BO2 にパッチ来たよね、スナイパーパッチ、あれクソだよね、うん、スナイパーにとっちゃかなりやりにくいこと他ないんだよね、あれじゃやっぱ XPR しか使えなくなっちゃうみたいな。まあ SVE は別で、あれスナイパーじゃね、まあとりあえずそんな感じだったよね。だから今回こっちに戻ってきたわけよ、完全に、うん、もう最近モダンオフェア2とっていうかモダンフェアシリーズしかやってないと言えばいいのかな、うん。でそれでちょっと個人的に寄せられた質問がいくつかありましたので、そちらの方にお答えしたいと思います。まあこれ動画のコメントで寄せられた質問じゃないんですけど、まあ一応まあ送られてきたんだから答えの義務かなと。それとあとあれです、匿名希望ということですね。まあそれは仕方ないということで、今回まあ寄せられた質問というのは簡単な話で、私のパソコンのセットアップについてですね、どんな仕様でプレイしているのですかと。そういえばいろいろとまあ紹介しなかったのと、今度部屋紹介動画でも作ろうかなと思いつつ、この質問に答えようと思います。簡単に言って、あやばい尺がやばい、私のパソコンは、1世代前のパソコンですね。使用しているのは、キャプチャーボードがドリキャプを使用していて、マザーボードは X77 でしたっけ、Z77 か、Z77 に、i5-2500K を積んでおります。それに加えてハードディスクが 2TB が2個と、120GB の SSD が2個搭載しておりまして、まあ、全部ゲーム用、クリップ用と、動画容量でっかいですからね。まあ、それに電源容量は 900W となっておりまして、グラボは HD の6970 になります。アスス製のオーバークロックモデルですね。まあ
パソコンのサイズがちっちゃいんであれですけど、あと画面使用しているのは ASUS の、まあ、輸入限定モデルの24インチと23.5 インチと、24インチの LG のモニターとなります。24インチ側が、パソコン、23.5 インチ側が、プレス3になります、まあ、パソコンの画面は斜め置きですね。これは写真見ていただければ分かれるかと思います。やばい、尺が結構死んできてるかもしれない。どうしようどうしようどうしよう。やばい、素直にやばい、尺がやばいことに気がついた。まあ気にしたら終わりだ。とにかく少し伸びるかもしれないけど、あとプレス3をつないでそれを撮ってるわけです。まあ、マウスは安物使っていて、マウスパッドだけガチで、キーボードもガチなものを使ってます。こんな環境で、FPS をプレイしております。皆さん参考にはしないでくださいね。絶対これ性能としてはかなり悪いんで。ということでぴったりだね。動画切れちゃったけど、とりあえず、今回はこの辺りで失礼させていただきます。皆さんご視聴ありがとうございます。 Thanks for watching ということで、また次回お会いしましょう。最近動画の投稿少なくなっててすいません。また。